はい。おはようございます。ということで、えー、本日もやっていきたいと思います。今日はですね、あのー、まあ、前回の続きみたいなお話になるんですけども、後ろの正面、えー、そして神社っていうね、テーマでお話ししていきたいと思います。前回の話はですね、あのー、まあ、人間にはその5種類の今っていうね、の認識があるというお話をしてきました。まあ、それをですね、あのー、次元と、 いうことでこう捉えてるわけなんですけども、まあ、いわゆるその次元というのはですね消化してって自分のですねそのカルマのをね脱却するっていうねそういう方法論のねお話になってくるわけですね。でこのカルマっていうのは要するに欲望と経験知識、まあ、言霊で言うと「う」から始まって「お」があってそして「あ」っていうねこの3つのですね中に取り込まれた空間をですね、まあ、カルマと。 いうわけですねこの空間自体はですねいわゆるその科学的思考になるわけなんですけども人間がですね科学を思考するっていうのは弁証法っていうね弁証法的思考法って言うんですけども、えー、まあほにもこう機能法とも言ったりするんですけどもこれをですねその科学とかの世界で図形に表せられるんですけども。 この形がですね上向きの三角と下向きの三角なんですね、まあ、つまり合計6房星をこう形成していくわけなんですよでこの6房星があ要するにかごめ歌ですねかごめ歌の中にこうあるわけなんですけどもこの弁証法的思考法の中要するにカルマを作り出している思考ですねこの中に鳥が あの閉じ込められているとこういう歌がですね「カゴめ歌に表されてるんですよ。で「鳥」っていうのはですね、あのー、説明してきた中で言霊「絵の次元の道徳実践地の次元に行った時でまたそれをですね創造意志として支えている言霊「意の次元ですねこの時にようやくですね「十、あの断、ー、り」と書いて「鳥」と読むんですけれども要するに「 横の列です、ね「あたかまはらなやさは」っていう十列をですねあの自覚するっていう人間の精神の,あの、まあ、理想的な心の鏡が現れてくるんですけども鳥というのは、まあ、言葉の原理のことを言ってるわけなんですけどもあのこれがですねいつこの世の中に再び現れてくるんでしょうかっていう歌なんですよ。かごめ歌っていうのはね でまあ、それっていうのは夜の闇がね一番暗い時っていうのは科学的弁証法のその人間が科学を思考するっていうねそのカルマの中に入ってですねあの逆にその道徳的思考がなくなった時なんですね。道徳的な闇がですね一番濃くなった時にその夜明けの、ね、晩っていう表せ方しますけどもその夜明けの晩に。 つると亀が滑ることで出てくるんだと。でこの「つる」っていうのが古事記ではですね「つるぎ」にあたります。あの「つるす」っていう意味なんですけども「つる」はねあの。これはですねあの判断力のことを言うんですね。要するに、まあ、言霊の原理としてこうやって書いた時にですね、まあ、横の原理で例えば「あたかばはらなやさは」っていうふうに。 書いていったりすするとですねその一音一音をですねちゃんと自覚してるとどのような順序をたどって、えー、っとそこに収束させるかっていうことをですね判断できるようになるわけですね。でそれが、えー、言霊「う」だったら「金木音図」っていう音図の並びがあって「お」だったら「赤玉音図」で「あ」だったら「宝音図」っていうような感じでこう、まあ、音図が分かれてるわけなんですけどもそのそれぞれのですね横の配列っていうのをあのー。 判断してていくってね横縦と横の判断力がこうつくわけなんですけどもこの自覚体をその自覚を持つことをですね剣というわけですねでこれをですね古事記では天津岩坂と呼んでいますでもう一方がですね亀なんですけども亀というのはあの難しい漢字でですねあの亀というふうに書くとまあ別 の読み方だとですねミカと読むんですね、ね、と読むでで、この「ミカ」というのは古代にですねあの粘土板を素焼きにしたものをですね「ミカ」と呼んでいるんですね。でその粘土板を素焼きしたものにですね実は文字を書いたところからあのこういう理論体系っていうのはスタートしてるんですね。まあ、つまりその「ミカ」とは何なのかっていうと「ミカガミ」と言ったんですけども「神」をですね「ミカ」に書いたことで「ミカガミ」となったんですけども。 あのそこからですねあの鏡として後にね変化していったわけ呼び方が変化していったわけなんですけども、まあ、要するに五音をををに書いた標音文字のことを言ってるわけですね亀を、まあ、つまり剣という判断力と,、えー、と文字として理論体系としてまとまった鏡ですねこの亀がですね出会った時に現れると鳥が現れると。 で、この鏡のことをですね、天津ひもろぎとか、や田の鏡とかね、まあこういうふうに言ってるわけなんですけども、まあこの双方がですね、一つの理論体系として、人間の自覚の上に完成したときに、えー、この、ね、言霊、絵の次元、あたかまらなやさはというね、この配列が明確に出てきますよと。じゃあこの配列は何を意味してるかっていうと、あのー、まあ一つとしてはですね、 あなたを実際にあなたたらしめているものの正体とは何なのかっていうこの後ろの正面が誰なのかっていうのが分かってくるわけなんですね。で、えー、この六芒星に閉じ込められたその鳥っていうのはですね、まあ、僕が前回のその前回までにお話ししてきた次元でいうとですね言霊「絵の次元」そして「いの次元」っていうねこの2つの双方を合わさった 次元をですね意識的に行っていくってていいくう、まあ、要するに「オリツ姫」って僕言いましたけれどもセオリツ姫がですねこの中に閉じ込められているということになるんですよ。セオリツ姫とアマテラスですね。でこれを岩戸隠れと呼んだわけですね。でこのセオリツ姫は実際に古事記にはですね登場しない神様で封印された神様だというふうに言われてるんですよ。で古事記に登場しないのに伊勢神宮にはですね祀られてるんですね。 でどこに登場するかというと「大原えのりとっていう人間のこのみそぎ払いのですねあのを示したですね歌の中にですね書かれてるんですね「瀬リ律姫」っていうのが。まあ、これはその前回までにお話ししてきたそのじ道徳実践地という今の視点を立つことによって自分のカルマっていうものをですね脱却する道で、えー、さらに言うともっと自分と他人ですね自分と世界自分と宇宙ってね これをを取り巻く世界をです、ね、あ,のあとはの合計10の配列をしっかりと操作運用していってお互いが調和するために収束させる自覚を持った順序をたどっていくとこの10個の断りを取りと読むわけですね。まあ簡単に言うとカゴメの中に閉じ込められたっていうのはですね人間が自分勝手な、えー、過去のねこの経験知識によるカルマをあのー 認識したことによって目の前の前現象がですね全部自分のカルマの認識で凝り固まった世界を作ってしまったとこの中に鳥っていうねこの10個の原理は閉じ込められてしまったんですよとこういう歌になってるんですねで、えー、まあここから脱出するには過去の認識をまあ再設定する必要があるとで自分の外側にいる B さん、ね、C さん D さんとかね、まあ、こういうのを含めてどれがねこう最適な 着地点になるのかっていうことをですね自在に作っていくっていう新しい認識、まあ、認識自体を今から再設定しようっていうね選択の今っていうこの視点に立った時のみ発動される、えー、セオリツ姫の精神なんですねでその精神で実際に出来上がったあの新しい認識のことを生まれ変わった認識を天照大御神と言ってるという感じです。 でまあこのアマテラスの話はですねあの武道のねあの大和魂の会でお話ししてるんで聞いていただければと思うんですけどもまあこういうですねあの見方を持ってね改めて神社に行くとですね神社は一体何を伝えていたのかっていうことがねこう分かってくるわけですねなんでねこう神社には鏡があったのかというわけなんですよまあ僕らっていうのは神とかをですねやっぱり偶像化してるっていうものが あったわけですね心の中でこの世界のこの宇宙のどこかに神様がいるみたいなね偶像化してるわけなんですけども、まあ、そうなるとですね神社に行った時に鏡の向こう側に例えばね神様がいるよってことをお知らせしてたりだとかこの神社自体が神様なんですよってことを教えてるんであればそこにですね鏡は置かないわけなんですよ鏡っていうのは反射して自分をねあの参拝した自分が映るわけですね それはあこの鏡がですねいわゆる後ろの正面というのは誰なのかということをこう教えてるわけですね鏡に映ったあなたの一番最深部の奥のところに何があるんですかということを言ってるわけですねでそれがまあ言霊の世界だとそこの世界に神様はいてその神様が全ての認識を作っていますよということをこう思い出させるためにね神社っていうものを作ってそこに鏡を置いたわけですね で、僕らこう、賽銭にこう、お金をこう、入れて鈴をこう、カラ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 ーって鳴らすんですけどもこの鈴っていうのが人間の口を表してるんですよ口の形でねこうかき鳴らしてるってでそこから音が出ますよっていうねまあ、これをであの、要するに言葉がそうやってあの、言霊として飛び交って認識の現象の世界は作られるんですよってことをこう表してるわけですねまあだから伊勢神宮とかもですねその、 内空の、ね、中に入っていく前に伊十鈴川っていう川があってでこれは五十の鈴って書いて「五鈴」なんですけどもまあこの鈴のね口の中から出てくるのは五十音ですよってことをこう示してるってわけなんですよ。まあ、こういう神社に祀られた神様はその一個一個が五十音図とですねその操作運用方法をね伝えるために伝承として、まあ、風習としてっていうねあとは「古事記」っていう形とかにして。 残しておいてくれたよということになるんですよ。ということでですね、今日は神社、後ろの正面とですね神社っていうテーマでお話ししましたけれども、まあ、こういう世界を持って、ですねもう一回こう神社にね改めて行ってもらうとです、ね、でいろいろな発見があると思いますのでね、ねぜひ皆さんも神社に行ってみてくださいということで、本日は以上になります。ごご視聴ありがとうございました